こんにちは、萌えです。今回はスニーカーにペイントをするときにまず絵の具を塗る前の準備についてお話ししたいと思います。これがすごく重要になってきます。これをちゃんとせずにですね、そのまま塗ってしまったりすると、絵の具のペイントのですね、定着が悪くなったり、すぐに剥がれてしまったりということがあるので、しっかりこの下準備をしてください。でここで、使うものなんですが、こちらですね、これアセトンというものです。私のスニーカーペイントでも毎回出てきているものなんですが、このアセトンはですね、ホームセンターにも売っているし、私の使っているこの小さいアセトンはですね、ジェルネイル用のアセトンです。これぐらい小さめのものでも、私も何回もスニーカーペイントをしていますが、まだまだ減らないのでね、これぐらいの大きさでもいいかなと思います。これをコットンとかに含ませて拭いていくんですが、今回私はですね、普通のティッシュでやってるんですけど、できればコットンパッドとかの方がおすすめです。なぜかというと、ティッシュでやるとですね、こう拭いてる間にティッシュのこう、粉というか、こうポロポロ取れてきて、それがねついちゃったりとかするので、あんまり好ましくないです。でキッチンペーパーもキッチンペーパーでちょっと厚すぎたり、まあ、それこそ取れてきたりとか、ポロポロ取れてきたりするので、できれば、まあ、ダイソーでも売ってるので、コットンパッドの方がおすすめです。でこれなんでするかというと、最初にちょっとお話ししましたが、これをすることで色の接着力とか定着力が強くなります。なぜかというと、絵の具とかそういう色を塗るものってですね、やっぱりこうツルツルした面よりもザラザラした面に対してくっつきやすくなります。でこの買ったばかりの新しいですね、このスニーカーとかは、まあ、素材にもよりますけど、こういうツルッとした素材のものだと上にですねコーティングがされてあるものが多いです。でそのコーティングとかを剥がすっていう感じですね、ツルツルしたコーティングを剥がして、少しこうマットな感じにさせるっていうかイメージですね。であとは汚れを取るっていうこともあるんですけど、ここで汚れを取るだけだったらアルコールとかでもいいです。ただ定着力を良くしたかったらアセトンの方がいいかなと思います。でここで注意点としてはですね、その素材によって、例えば色はそのまま残して、つるっとしたパテントみたいなつるっとした生地をマット加工にしたいとかいう場合は、アセトンで拭きすぎると色が落ちてしまいます。なのでそういう時は、エタノールとかね、消毒液的なもので上をちょっと、ツヤをなくす程度にするといいかなっていう感じですね。なので自分の描きたいもの、どういう風に、加工したいのかっていうものに合わせてこれも選んでもらえたらと思います。で今回のように白い部分、私はこの白いところ今拭いてるんですけど、ここに描く予定なんですが、そういうものであればしっかりとね、こんな感じで、拭いてもらったらいいと思います。で、忘れがちな端の方とかもね、隅っこの方もしっかりとやってください。これがね、やってないところっていうのが出てくると、かなり色の塗っている時に違いが出てきます。めちゃめちゃ塗りにくくなったりするので、しっかりとねこの準備をしてもらえたらと思います。今までのカスタムスニーカーペイントもですね、いろいろ動画出してるので、そちらもぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。ということでまた次の動画で、バイバイ。